大谷翔平選手に朗報。MLB が今シーズンから両リーグで DH 制導入で合意した。MLB のコミッショナーを務めるロバート・マンフレッド氏が11日、日本時間10日、新郎氏協定 CBA で導入が求められていたユニバーサル DH を採用すると正式に発表した。また、同コミッショナーは、 ドラフトを抽選方式に変更すること、所属していた選手がクオリファイングオファーを拒否し、FA となった場合の保証としてのドラフト上位指名権が与えられるというルールを廃止することでも合意したと発表した。この両リーグ DH 制と保証ドラフト指名権の廃止により、FA 市場が活性化すると話した。ユニバーサル DH は、1973年以降に指名打者、 DH 制が導入されているアメリカンリーグだけでなく、ナショナルリーグにも DH 制を導入する制度のことを指す。これが採用されることにより、ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平投手は、ナショナルリーグの球団相手でも、DH で出場することが可能となるため、出場機会が増える可能性が高くなる。昨シーズンであれば、40打席程度の増加が見込まれ、ホームラン王への可能性が高まってくる。 大谷選手にとっては朗報だろう。また、今後、大谷選手の獲得に乗り出すナショナルリーグのチームが出てくることが確実で、大谷選手の選択肢は大きく広がる結果となる。また、ピッツバーグパイレーツの筒香義朝外野手が、今期から DH で起用されることも考えられるため、出場機会の増加に期待できるだろう。二刀流で昨シーズン。 MVP に輝いたエンゼルスの大谷翔平投手は別物だが、今シーズンは投手が打席に立つ機会がなくなる可能性が出てきた。今後は選手会側との合意、労使協定締結をもって、正式にナショナルリーグへの DH 導入が確定する。これを受け、現役投手からはさまざまな意見が飛び交った。 米メ,メディア、NBC スポーツは、笑えるビデオで両リーグ DH 制を嘆く、との見出しで、メッツの先発投手であるトレバー・ウィリアムズ投手が、自身の SNS で公開した動画に注目した。ウィリアムズはツイッターに、深い悲しみに沈んでいる、のコメントとともに、これまでの自身の打席映像を集めて、編集した動画を投稿した。そこには送り版と三振、内野ゴロの打席ばかりだったが、 今日は悲しい日。投手の打撃を安らかに眠れと惜しむ言葉を綴っていた。冒頭には黒い背景に悲しい日と書かれており、DH 制の導入にショックを受けているようだ。ツインズの前田健太投手はツイッターで私はもう MLB でホームランが打てなくなってしまいましたと、ドジャース時代の16年にメジャー1号を放った動画を添え、残念だった。前田は高校時代に PL 学園の4番を務め、高校通算27本塁打を誇る打撃の持ち主で、ドジャース時代の2016年には、メジャーデビューとなったパドレス戦で、左翼席へソロ本塁打を放つ衝撃のデビューを飾っていた。前田は昨シーズンも3打数1安打を放ち、打席に入らなかった2020年以外では、すべての年でヒットをマークしている。一方では賛成の意見もあった。 カブスのマーカス・ストローマン投手は自身のツイッターで、両リーグ DH 制は大歓迎だ。野球は両リーグ DH 制の方がもっと面白くなると思う、と投稿した。通算89打数9安打で、本塁打もマークしているストローマンだが、ファンから、もう打ちたくないのと質問されると、全く打ちたくない。ホームランはもう1本あったし、2塁打や単打もあった。投類も一つ決めた。 自分の打撃成績にはもう満足している。MLB は両リーグ DH 制を採用した方が確実によくなると歓迎ムードのようだ。大谷を除いた日本人投手は過去、野茂の4本をトップに、延べ8本塁打を記録している。大谷は DH を解除した当番試合で、昨シーズンだけで3本塁打を放った。メジャーリーグで正式に両リーグ DH 制が採用されれば、 日本のプロ野球界にもセ・リーグの DH 制導入などの変化が現れるかもしれない。ナショナル・リーグの野手にとってはポジションが一つ増えることになるが投手が打席に入る機会が見れなくなるのは寂しくなるかもしれない。米メディアやファンからは CC サバシアがケン・グリフィーの頭上を超える初本塁打を打った時のような興奮はもう得られなくなるといった声やこれでプホルスが。 フルスカージナルスに戻る可能性が高まる、など、さまざまな反応が起こった。まだ、労使交渉は完全に終わっておらず、今後も話し合いは続くことになる。しかし、マンフレッド氏は楽観的に見ており、通常のスケジュールをこなすのに、間に合うように、合意を得られると信じている、と、レギュラーシーズンが予定通り3月31日に始まることに期待を示した。